佐藤浩明選手に来ていただきました。お疲れ様でした。ありがとうございました。まず振り返っていただいていかがだったでしょうか。そうですね、やっぱり6分間まではすごい調子が良くて、今回もそのジャンプの調子というのはすごい良かったんですけども、やっぱり本番の力みで少し後ろに煽ってしまった部分があって、それで全体のジャンプでステッピングアウト大きなやっぱ限定になってしまったので、そこがやっぱり悔しいですね。そして2シーズンぶりのプログラムの作新ということですけれども、そこのあたりはどうでしょう。そうですね、やっぱりこう色気というか男らしい部分を出そうと思ってやってるんですけども、やっぱりまだまだ勉強不足というか、まだまだ改善の余地があるので、もっといいものをしていきたいなと思います。その色気の部分なんですけれども、ツイッターの方でファンの方から色気が出てきたというコメントがありました。ありがたいですね。でもやっぱり振り付けしていただいたマッシモ先生はもっともっとすごい色気を発していたので、それに近づけるように頑張りたいです。あさってのフリーに向けて1日ありますけれども、どのような調整をしますか。そうですね、やっぱり曲の中で同じリズムで同じジャンプが飛べるように明日も調整していきたいなというふうに思います。最後意気込み一言いただいてよろしいですか。はい、ショートは失敗してしまったんですけども、フリーは挽回できるようにしっかり頑張ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。佐藤浩明選手でした。